今回はボーソス、つまり MTG のストーリー愛好家向けの考察動画となります。3連続でのボーソス向け動画の投稿となってしまい、ボーソスではない方には申し訳ございません。今回の動画ではブルームバローから始まって4セット連続で展開される MTG のストーリー新章ドラゴンストーム編において、どのようなストーリーが展開されるのか予想および考察してみたいと思います。最初にドラゴンストーム編とは一体何かについておさらいしておこうと思いますが、ドラゴンストーム編とは2023年のエルドレインの森から2026年のジップライニングまでの12セット3つの部に分けて3年間にわたって展開される予定の一大ストーリーライン、メトロノームの第2部でブルームバロー、ダスクモーン、戦慄の館、テニス、アルティミットの4つのセットが該当します。ちなみにエルドレインの森からサンダージャンクションの無法者までの4セットにわたって展開され、すでに完結している領海路編ではどのようなストーリーが展開されたかも振り返ってみますと、領海路編では直前のセット機械兵団の進軍及び機械兵団の進軍決戦の後にて描かれた悪の勢力シンファイレクシアにより多元宇宙中の次元が侵略を受けたという出来事の影響で、多元宇宙に存在するほとんどのプレインズウォーカーが次元渡りの力を失い、プレインズウォーカーではなくなってしまうとともに、その代わりに次元と次元をつなぐ道領海路が開かれ、プレインズウォーカーでなくとも誰もが次元間の行き来ができるようになった。その後の MTG 世界が描かれました。領海路編の主人公はケランという名前の少年で、プレインズウォーカーではないケランが領海路を通って次元を巡り、父であるプレインズウォーカー王子を探すというストーリーでしたよね。領海路編では領海路を通って人々が別の次元を行き来できるようになったことを人々がどう受け止めたかが描かれていましたが、基本的には領海路の存在は MTG 世界の人々にはプラスに受け止められていたかと思います。例えばエルドレインの森に登場したトロヤンという人物はもともとはラブニカ次元の出身でしたが、領海路を通ってエルドレインに来られたことを非常に喜んでいましたし、領海路編の主人公であるケランについてもプレインズウォーカーではないので領海路が存在しなければ別の次元にいる父を探す旅に出ることすらもできませんでした。続くイクサラン、失われし洞窟においても双方がプレインズウォーカーであった恋人同士のファートリとサヒーリライがお互いにプレインズウォーカーではなくなって離れ離れになりつつも領海路を通ってイクサラン次元で再会できた話がありました。さらに領海路編の最終章であるサンダージャンクションの無法者ではこれまで以上にそれが顕著で、従来であれば一堂に会することなどなかったはずの多元宇宙の様々な次元に住む悪党たちが領海路を通り一堂に会するというストーリーが描かれました。これは我々プレイヤーにとっても非常に楽しかったですし、ストーリー上でも一堂に会した悪党たちは楽しそうにしていましたよね。そういうわけで現在完結済みの領海路編では領海路の存在が人々にはプラスに受け止められているという描写が多かったように思います。ではドラゴンストーム編ではどうなるのでしょうか。私はこれについて先日までは全く気にしていなかったのですが、前回出した動画で視聴者様より非常に鋭くハッとさせられるようなコメントをいただきまして、それを見て一つの仮説が思い浮かびました。こちらの視聴者様はサンダージャンクションの無法者のエピローグストーリーにてドラゴンストーム編の最重要人物と目されるジェイス・ベレレンの発言に言及されておりました。サンダージャンクションの無法者のエピローグストーリーでジェイスとその恋人であるブラスカが語ったところによると、次元同士が領海路でつながってしまった現状の多元宇宙について非常に危険な状況であり、さらに過去のセット闘争対戦で描かれたストーリーで邪悪なプレインズウォーカーニコル・ボーラスが次元間をつなぐアイテム次元鏡を使い、アモンケット次元からラブニカ次元に向けて大量の死者の軍勢を送り込んだことに触れながら、このままでは次元の征服を企んだり多元宇宙に暴力を撒き散らしたがる者が現れた場合にボーラスの時のように阻止することも困難だということを語っておりました。そしてこの危険な多元宇宙の状況の中で詳細は不明ながら何らかの行動を起こし始めたようなのです。次元間が領海路でつながれた現状は危険であるというジェイスの予言はブルームバローで的中することになります。ブルームバローのストーリーでは本来はブルームバロー次元にはいないはずの存在であるドラゴンが領海路を通ってタルキール次元からブルームバロー次元に現れブルームバローの住人を脅かすという事件が描かれました。ジェイスの言う通りこれは領海路が存在していたからこそ起きてしまった事態なわけで、
描回路が存在することによる負の影響が初めて描写された例だと思います。さらに次に発売される予定のセットダスクモーン戦慄の館でも同様に描回路による負の影響が描かれることになりそうなのです。現時点では英語版のみが公開されており日本語版が公開されていない記事でプレインズウォーカーズガイドトゥダスクモーンというものがあり、この記事ではダスクモーン戦慄の館の舞台となる新次元ダスクモーンがどのような次元かが解説されています。ダスクモーン次元は強大なデーモンバルガボスが取り付いた怪物や幽霊が徘徊する巨大な屋敷が一つの次元となっている世界で、この次元の人間たちが恐怖すればするほどそれがバルガボスの喜びになるため、より多くの人間をこの次元に連れ込みたいらしく、次元同士が両回路でつながったことによってバルガボスは両回路を通じ多元宇宙中の次元から人間を誘拐しまくっているそうなのです。これもブルームバロー次元のドラゴンの例と同じくジェイスの言う両回路があることによる負の影響の一つですよね。そういうわけでドラゴンストーム編では両回路編とは打って変わり、両回路の負の側面がストーリーの一つの軸になるのではないかなというのが現時点での私の考察および予想です。当たっているかどうかは分かりませんが、今後のストーリーが公開されていくに従い答えが分かることでしょう。今回の動画は以上です。思ったより長くなってしまいましたが、ご視聴ありがとうございました。